皆さん、こんにちは。春になって暖かくなると、いろんな花が咲いてきれいね。藤森公園の桜の花もいっぱい咲いてたよね。藤森公園の桜も有名だけど、八王子には有名人もいっぱいいるよ。ヒロミや、タッキー、ユーミン、北島三郎、そして絹田鹿の先生。あ、絹田鹿って知ってる。お兄ちゃん、この前ここの歯医者さんで虫歯の治療をしたよね。絹田鹿は子供の患者さんも多いんだよ。優しい先生が11人もいるんだよ。すごい。そうなんだ。先生、とっても優しかったよ。そうだ、優しい歯医者さんに正しい歯磨きを教えてもらおう。はーい。変身。違う、じゃあ。えい。びっくりした。私もびっくりした。ごめんごめん。変身した方がかっこいいだろう。まあ、うちのお父さんよりはかっこいいかも。だけど。え？とにかく甘いものを食べた後にかかわらず、ご飯を食べた後も歯磨きしようね。さあ、準備はいいかな。お口をパーンと開けて、右手でシュッシュッ。先生の真似をしてごらん。わかったかな。はーい。じゃあ、しっかり歯磨きの練習しようね。それじゃあ、始めるよ。はーい。前の歯ゴシゴシ、奥の歯ゴシゴシ、上の歯ゴシゴシ、下の歯ゴシゴシ、なあ、うまくできたね。じゃあ、バイバーイ。ただいま。優しい先生だったかな。歯磨きすっごく楽しかったよ。こんなにピカピカになったよ。これで虫歯にならないよ。ダメだったね。これからも歯を大切にしたいんだね。じゃあお友達にバイバイして帰ろうかな。